横浜 YouTuber の朝日です。本日は横浜に住んで良かったこと5選紹介していきたいと思います。僕の動画をね、結構見てる人ならわかると思うんですけど、僕は横浜出身ではなくて、出身はね、岩手県出身なんですよね。ちなみに、博楽駅でバーをやっていたんですけど、それと同時に横浜に住み始めたので、今日はね、本当に横浜に住んで良かったことをね、5つ紹介していきたいと思います。これから横浜に住もうと思ってる人や、これから横浜に引っ越しを考えてる人とか、まあ日本全国どこにでも引っ越してもいいかなみたいな感じで、どこにしよっかなって考えてる人とか、ぜひね、楽しみに見ていってください。ということで、早速やっていきましょう。アクセスの良さ。まず何よりもアクセスがいいですよね。東横線で渋谷まで特急で30分くらいで行けたり、僕が住んでるところは割と東神奈川駅も近いので、東京駅や秋葉原とかもね、すごい行きやすいです。僕は電車の中ではカッコつけてね、本を読んでいるので、乗り換えがなくて30分とか40分くらいだったら、全然近いなって感じです。ま、ちゃんと座れたらの話なんですけどね。もう特にね、通勤時間とか、退勤時間帯に被っちゃうと確実に座れません。なんなら渋谷からでも座れるかわかんないわ。キクナで特急に乗り換えた後とかね、だいたい混んでますからね。まあ、座れたら時間短く感じるけど、座れなかったらすごく長く感じますよね。あと、アクセスの良さで言ったら、僕ね、下北沢がすごい好きなんですけど、下北沢も僕の家から、まあ、駅とかのね、徒歩も全部含めてもう1時間以内で行けちゃうので、結構嬉しいですね。他にも神奈川県内の観光スポットへのアクセスもいいです。例えば八景島とか鎌倉とか江ノ島とか湘南とかね、全体的にアクセスがいいと思います。まあ、でもアクセスはいいとは言いつつ、想像以上に時間はかかってしまいますが、東京からとかやらね、全然マシなのでおすすめだと思います。賃貸の安さ、家賃がとにかく安いですよね。さっき言った通り、アクセスがいいにもかかわらず、家賃相場も安いので最高です。1K で4万円以下の物件とかも結構ありますからね。一人暮らしからしたらすごいありがたいです。ちなみにね、いつも言ってるんですけど、僕の家のね、家賃は3万円でございます。3万円でもね、さすがにもうボロッボロのもう風呂なしアパートとかじゃなくて、まあある程度綺麗で、築年数もそんなにいってない状態で、ユニットバスだけど、まあいい物件かなと思いますね。この前ね、横浜の家賃相場のね、動画も出しているので、ぜひそちらも見てみてください。もうね、あるあるとかのね、エンタメだけじゃなくてね、こういうもう有料なね、情報もね、お伝えしているのでね、もうそろそろね、横浜市からの公式のね、お仕事いただいてもいいんじゃないかって思ってんだよね。早くなんか来ないかなぁ。港未来。やっぱ港未来が大好きなんですよね。ちょっと時間ができて暇だったら、港未来に散歩しに行ったりとかしますね。まあ、用事とかは特にないんだけど、とりあえず散歩します。夜景が綺麗なので、夜のね、散歩も最高です。他にも、港未来があることで、友達がね、来た時とかに遊ぶ場所も多いですし、まあ遊ぶって言っても、もう歩くだけなんだけどね。港未来があるのね、とても嬉しいですよね。もう毎回の動画で港未来を褒めてるようなね、気がしてます。スタヤとスタバ。こちらね、すごく個人的な話なんですけど、自分の住んでる街に、こう、ツタヤに、スタバが併設されてるやつがあるのがすごい嬉しいんですよね。日本にそのツタヤとね、スタバが併設されてるやつがどれくらいあるかはわかんないんですけど、横浜駅からもそんなに遠くなくてね、利用できるので、とても嬉しいです。東京でね、調べてみると、結構数があったんですけど、まあ、それでもね、横浜にあるのは嬉しい。安い居酒屋が多い。個人的に安い居酒屋が多いなって思います。学生街の飲み屋はもちろん、野毛も安く飲めますし、お酒好きにとっては最高ですよね。僕は野毛に行くより、近所の居酒屋で済ませちゃうことが多いんですけど、それでも基本的に安いと思います。商店街の数とかも、まあ、全国のやつ調べたわけじゃないんですけど、全国的にも結構栄えてる商店街多いんじゃないかなって思います。まあまあ、活気のある商店街ね。そういう商店街があるところは、安くてお得に飲めちゃうとこが多いですよね。もうビール大好き、アル中の俺からしたらめちゃめちゃ嬉しいです。野毛にね、飲みに行く人はいつでも誘ってください。おごりなら飛んでいきます。もう横浜はね、とにかく住みやすいということで、今日は横浜に住んでよかったことを5つ紹介していきました。まあね、今日紹介した5つの部分、まあすごい個人的なとこもあったんで、まあ、みんながね、共感できるとこかわかりませんが、まあ、僕はね、本当に大好きということで。でもまあ横浜になんか求めるものというのはね、僕結構やっぱ古着が好きなんで、古着屋とかね、もっと多かったら嬉しいですね。まあもう僕がね、開業するしかないかもしれないですけど、横浜はね、3年連続で住みたい街ランキング1位をね、獲得しているので、これ
これらの要素もランキング1位の要素ですし、他にもね、子育てがしやすいとか、都会と自然のミックスみたいなね、もう自然が豊かっていうのも理由の中にあるのかなって思います。僕もね、自然が大好きなので、自然が多いのはね、嬉しいです。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。